香川県によりますと、今年4月1日時点で認可保育所や認定こども園に入所を申し込んだ子どもの数は2万2360人で、待機児童の数は3人となりました。去年から9人減り、これまでで最も少なくなっています。3人はいずれも高松市の1歳児だということです。県内の待機児童の数は2016年の324人をピークに減少傾向にあり、今年初めて10人を下回りました。県は受け入れ施設の充実や保育士の確保対策が減少につながったと分析していて、引き続き潜在保育士の復職支援や保育士の離職防止対策などを進めることで待機児童ゼロを目指していきたいとしています。